カーウィン・マシューズはアメリカ合衆国の俳優である。1926年、ワシントン州のシアトルに生まれる。2歳の時に、ウィスコンシン州のゼンズビルへ移住し、地元の高校を卒業後は、第二次世界大戦に従軍した。退役後は、同州の大学へ通い、演劇を学ぶ。1954年に、ロサンゼルスへ渡り、パサデナにある劇場で、 舞台デビュー。その演技力がコロンビアピクチャーズのキャスティングディレクターの目に留まり、同スタジオと専属契約を結んだ。翌年にウィリアム・キャンベル主演のセル2455デスローなどへ出演し、映画デビューを飾っている。その後もキャリアを積み、1958年には霊、ハリー・ハウゼンによる特撮映画として知られるアドベンチャー映画。 シンバット7回目の公開でタイトルロールのシンバットを公演。それ以降もガリバー旅行記を原案とした実写映画ガリバーの大冒険やジャックと豆の木を原案としたジャックと悪魔の国などのファンタジー、アドベンチャー映画の主人公を演じて印象を残している。アメリカ映画の他にイギリス、イタリアなどの映画へも出演し国際俳優としても活躍した。 1978年に事実上俳優を引退し、サンフランシスコへ移住し、アンティーク専門店を経営した。2007年、心臓発作により、サンフランシスコで死去。81歳だった。ありがとうございます。